朝一番、都会の喧騒から逃れたお嬢さんたちが癒しを求め本州の最西端へやってきました。ようこそおいでます山口へ。秋吉台国定公園、山口県のほぼ中央に位置し、面積約45平方キロメートルのカルスト台地です。まず最初にお嬢さんたちが向かったのが秋吉台国定公園。日本最大級のカルスト台地です。周囲を見渡すと、辺り一面白い石灰岩がまるで羊の群れのようです。秋吉台の上を吹き抜ける風はとても心地よい。彼女たちはどんな自然に巡り合えるでしょうか。四季折々の顔を覗かせる秋吉台には多くの種類の野鳥や秋吉台アザミなどの固有の草花もたくさんあり、見どころいっぱいです。ガイドさんの案内で散策コースをしばらく歩き、たどり着いたのが冠山。山頂で360度のパノラマに皆さん大感激。いつしかお昼も過ぎてすっかりお腹もペコペコ。早速地元の食材をたくさん詰め込んだお弁当をいただきます。秋吉台の味を存分にご堪能ください。草原を吹き抜ける心地よい風によるフェイスマッサージ。秋吉台と戯れ、秋吉台と一つになる、大変癒された時間と空間でした。日が沈みかけた秋吉台でヨーガを体験。雑念を取り払い、心と体のバランスを取り戻しました。大府田舎料理イリスで初日は無事終了。乾杯。お疲れ様でした。秋吉台では唯一の原生林、長者ヶ森。ここには火の神様が祀られています。平家伝説もいろいろとある、とても不思議なスポットです。静けさの中で小鳥のさえずりを聞きながらしばしの瞑想、五感を研ぎ澄まし、朝一番のリフレッシュタイム。森の息吹、たくさんのマイナスイオンをいただきました。日差しも気持ちよくって、空気も美味しかったです。すっきりしました。はい、すごい気持ちよかったです。ですっごい天気が良くて、太陽が綺麗ですっきりしました。ありがとうございます。秋吉台リフレッシュパークの中にあるオートキャンプ場はサイト数64。すぐ近くにはトロン温泉や歌劇用堂などがあり、訪れたキャンパーには大好評です。特別天然記念物秋吉洞は
世界的にも有名。早速中に入るといくつもの鍾乳石、石筍が私たちを迎えてくれます。3億年もの時が築き上げた神秘の芸術作品。洞窟を流れる水の中にもよく見ると小さな命がたくさんあります。お嬢さんたちは見つけられたかな。黄金柱の前で記念の一枚。ここは長門の国の七不思議の一つ、影清堂。ここでは洞窟探検も楽しめます。入り口にある生目八幡、いつからかこの神社の前で手を合わせると視力が回復するという大変ありがたい言い伝えがあります。早速ご利益をいただきます。影清堂は学術的価値が高く、天井や壁面にはフズリナや海藻などの化石をたくさん見ることができます。平坦な路面と起伏に富んだ体験コースがあり、子供からお年寄りまで自分のペースで楽しむことができます。すぐ隣には大正堂もあります。面白かったです。なんか秋吉堂より好きかも、こっちの方が、ね、なんかすごい探検な感じ、うん、ここは工事現場ではありません。美祢市の特産品無糖ごぼうの収穫風景です。カルスト台地独特の粘土質で育ったごぼうは巷のものとは一味違います。掘りたてそのままでご確認ください。サクッとすごい掘れてた。美味しい。全然悪くない。なんかね、ちょっと青い。ここはいいの。ここはいいの。ここは大丈夫。美味しくない。ちょっと全然漬物であるよねって感じ。綺麗な水がコンコンと湧き出る弁天池。古くから地域の生活用水として大切に扱われています。感謝の意を込めて毎年9月の第1日曜日には念仏踊りが奉納されます。一杯飲めば1年の長生きといわれる御神水はミネラルたっぷりの天然水です。いつまでもみずみずしい体でありますように。弁天池のすぐそばのぶどう園、ミネラルたっぷりの水で育ったぶどうはとても甘く天下一品。また秋芳梨に負けず劣らずの新高梨も東京では有名ブランド。これもまた言葉にできない極上の甘さ。ここでも味のチェック。秋吉台丸かじり。美祢市といえば大理石。昔は数多くの加工場がありましたが、今は輸入品に押され少数の工場が残っているだけですが、現在でもアクセサリーや建築材料として生産されています。道の駅おふくは北浦の長門市と隣り合わせ。いろいろな海産物も販売しています。古式捕鯨で有名な大三島から届くクジラカツは中でも特別美味。地元のお酒秋芳と相性ぴった。
ったり。シューハン最高。美味しいです。シューハンすごい美味しいです。よく食べよく飲んだ後はのんびりと足湯で旅の疲れを癒します。静寂に響き合う水の音、高さ約30メートル、幅およそ10メートルの白糸の滝です。水しぶきからあふれ出るマイナスイオンが都会から来たお嬢さんたちの心の中まで癒してくれます。動物と間近に触れ合える秋吉台サファリランド。動物の目線や聴覚などがリアルに体験できます。キッズコーナーの一番人気は意外とヒヨコだそうです。たくさんの動物たちと触れ合うことができます。かわいい動物たちにも癒されました。秋吉台サファリランドの一番の目玉は餌やりコースです。間近でのライオンやトラへの餌やりはスリル満点。お嬢さんたちも大はしゃぎ。こういう体験は都会ではなかなか味わえませんぞ。お嬢さんたち、今回のツアーはいかがだったでしょうか。秋吉台のふもとに広がる癒しのスポット、都会で疲れた時にはいつでもお越しください。身近な自然がお嬢さんたちをお待ちしています。秋吉台の景色は本当に日本でここでしかないのないと思いますので、とっても素敵な景色で、のんびり癒されました。であと先々で出会う人がとっても素敵だったので、私の方もまたおいでとか言われまして、ぜひまた伺いたいなと思いました。カムリ山に登って頂上から眺めた360度の大パノラマが本当に感激して、空気も美味しくて心が本当に癒されました。あとさまざまなところで出会った人々がですね、本当に優しい方が多くて、秋吉台の人も温かさを感じましたので、またぜひ次回もですね、この秋吉台に来て癒されたいと思います。すごい秋空で、とってもすごい素敵な旅になりました。秋吉台に秋吉堂に、あと洞窟での探検ですとか、あとは滝を見たり、すごいなんか皆さん仲良しメンバーで来たんですけれども、すごいとてもいい思い出になりました。秋吉台は修学旅行以来に来てもう20年ぶりぐらいなんですけれども、やっぱりすごい綺麗で、自然があって、すごいいる場所いる場所でなんか風が通ったりですごい癒されました。でいろんなとこで会った方がものすごいものすごい優しくて、すごい笑顔をいっぱいいただきました。本当にありがとうございました。初めての山口で、本当にこちらの秋吉台に来たのも初めてだったので、自然の偉大さと、この自然全体に癒されました。朝のヨガが、森林の中でのヨガが本当に気持ちよくて、太陽の光を浴びながらしたヨガが本当に最高でした。おすすめです。